どうも皆さんおはこんばんにちは、シュレイジのゆっぺです。ヒルポンです。ヒルポンです。ヒルポンです。もういいよ。はい、そしたら本日はですね、本日の企画は、リクエスト企画、はい、第3弾、はい、5やってみた、はい。まあ、リクエストがあったらね、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、こちらの企画なんですけれども、まあ、やってほしい企画ということで、はい、ナイスポテトヒップさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。その中のちょっとこのグミを全種類溶かして、うん、混ぜて巨大ミックスグミを作るという、ほう、企画をね。なるほど。また食べる企画。また食べる。また食べる企画。あのね、大変なのね。後処理が大変なんじゃん。まあ、ありがたいことですよね。まあ、そんなね。はい、ということで、はい、行ってみましょう。しょ、今日買ってきたグミが、はい、ハリボー。これですね。ハリボーね。ハリボー。ハリボー。ブリャー。コーコーロ。あ、間違えた。コーロロ。ブリャー。次、ムッチリグミ。わりゃー。ちょっと、すいません。すいません。コーラアップ。ブリャー。スイカ番組、みんな見たことないね。うりゃー、この弾力、癖、うん、まあ、まあ、ちょっと生姜いいからめんどくせえやん。まあ、あとはね、これ、はい、果汁組。あー、うりゃー、サワーズ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 、これラストかな。クラゲ、クラゲ、はい、それでは、行ってみましょう。はい、ということで、うん、9種類のグミを温めて、うん、溶かして、はい、マックスいっちゃいましょう。いっちゃいましょう。はい、いっちゃいましょう。うわー、すごいな。で、一応今回はグミだけで、ちょっと今こんな状態になっています。こんな状態になってるんですけど、このままグミだけでいくと焦げちゃう可能性があるので、まあ、もう左手持っとったな、うん、今回ちょっと炭酸水をちょっと入れて溶かしていきたいと思います。よっ、はい、それでは行ってみましょう。行ってみましょう。おっ、ちょっとね、これ入れすぎかな。炭酸、うん、うおおおおおおお。はい、ということで今だいぶ溶かしてますけれども、これを冷やしてゼリーにしたいので、今から外にちょっと持って行って、今から急激に冷やして固めようと思います。では行ってみます。ちょっと氷水で冷やしたりとかしてみたんですけど、はい、全然量が多すぎて固まる気配がなくて、うん、一回ちょっと冷蔵庫に入れて、はい、一日置いてみました。見ました。どうやってることやら気になるね。気になるね。怖いね。落ちます。おお、取れます。あー、すごい。どう、こんな感じなんですけど、もう完全にこう、あ、すっげー、めっちゃ固まってる。わかるかな、これ。ほら、すごい、めっちゃすげえで、ね、おっ、おお、すごいよね、これ。すごい、これは。え、これ出せんのかな。周りからこうスーってやってさ、それでいけたら結構すごいと思うよ。結構すごいと思うよ。結構すごいと思うよ。雑だな。あー、来た来た来た。あ、すごいすごいすごい。おーしょ。あー、来た。あー、来た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 。ちょっとなんか、汚ねーなー。あー、汚ねー。で、しかもさ、これ後ろから照らすと見えるかな、なんか、なんだ、粒がさ、コロロ、コロロかな、かなんかの、うん、この食感のしっかりとしたやつが見えるかな、残っちゃってんだよね。いやー、すごい、なんか標本みたい。こんな厚い、ちょっとすごない、これ。これすごない。これゼリーやで、みんな。こんなんやで。ああ、頑張ったね。すごい。じゃあ食べてみましょうか。そうしましょうか。味はわかんない。味がわかんない。ああ。曲がっちゃったよ。こんな曲がってなかったよ、これ。
ちょっとじゃあ、あ、いいかもいいかもいいかも。ちょっと亀裂入れていい？いいよ。ちょっと亀裂を入れる。それで入るか？なせばなる。お、あ、いい、いい、すごくいい、すごくいい、すごくいい。オーケー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 。すげえ。おお、すげえすげえすげえ。人間の肌切ってるみたい。ここからよね。ここから、あー、おーいしょー、すごい。じゃあ、じゃあ俺でもあれ企画中だから食えないんだよ。そうやろ。食います。食ってください。僕はごめんなさい、とある事情で食えません。あ、グミ、すっごい歯ごたえ。うん、ね、うん、うん。めっちゃお腹いっぱいになりそう。おいしい。あ、おいしいんだ。うん、へえ。ね、コーラが口の中でこう弾けてくるね。おいしい、これ。ちょ、みんなやってみて、これ。やんねえか。やんないな。これアルミだもんね、うん、完全に、うん、そうなるよね。ゴミをちゃんとまとめてる。ゴミじゃねえ。ゼリーがあんじゃろ、お前、この中に。え？じゃねえよ。本当にあんだろ、お前。え？ゼリーを探せ。